ブルーベリー到着しました。幹についてる部分までこう色が濃くなってると完熟で甘くなってます。ちょっとこういう風に薄ピン、ピンクっていうんですか、こういう色してるとまだ酸っぱいので、あのこう 見てもらって、だいたいこう全体的に色が濃くなってれば甘くなってますので、はい、どうぞ召し上がってください、はい、こちらどうぞ、はい、どうぞめぐちゃん。それでいろんな種類本当あって、あちらの、うん、今向こうにお客さんがいらっしゃる、あの背の低い木も結構たくさんなってますんで、はい、あのぐるーっとこう回っていただいてお好きなの取ってください。はい、あとあのクリスマスとかいるんで、もしよろしかったら持ってってもらって。でっかでっかすごいでかいんですけど、これ、はい、めっちゃでかいですけど、何の種類でしょうか。ここにみんな刺してあるといいんだけど。何の種類。すごいね、すごいでっかいよこれ、うんうん、お兄ちゃんとこにも美味しそう、持ってってこれ、ほら超でかいですよ。考えた、カブトムシ取りたい。いいんだって、持ってっていいんだってよ。中にカブトムシ取りたい、ね、運転できない、うん、すごいですね。カブトムシがいるんですよ、ここのブルーベリー園は、一つ捕まえました。子供も大喜びです。こうやってね、上にねネットがね張ってあるんで、こうやってね、いるんですよ。今見る限りね、もう一つあっちにもいるんでね、他の方も2匹ぐらい捕まえてたっていうんで、ブルーベリーを取りに来るんじゃなくてカブトムシ捕まえに来るのもいいかもしれないですね。ブルーベリー園にカブトムシです。これは想像しなかったな。ないやつは3で、顔絵が見えるよね、うん、カブトムシ足りました、足りました。あれブルーベリーじゃなくてカブトムシ取ったの。ブルーベリーもたくさん取れました。あとカブトムシも取れました。カミキリムシがいました。カブトムシ美味しかったです、美味しかったです、美味しかったです。全然食べてない。生産します。